無敵囲いは、将棋の囲いの一つ。初期から五八飛、六八銀、四八銀のわずか三手で完成する、初心者が一度はたどり着くと言われている囲いであり、一見すると王の守りだけは固そうに見える。しかし、銀によって、飛車の横利きが止まっている上に、二筋八筋の負が浮いており、威力は避けよ、玉飛接近すべからずの格言にも反しているなど、 攻めも守りも不完全な囲いとなっている。囲いとしては低水準なランクではあり、全く人形を整えないよりはマシな程度である。しかし、一応は穴熊囲いと同じく地玉に大手がかからず、絶対につまない状態である。前からの攻めにはそれなりに強いが、横からの攻めには非常に弱い。先方ではカニカニ銀、角銀中飛車、風車、 囲いでは、金未の木村美の右倉に派生することができる。無敵囲いという名称の由来は不明である。漫画、八ワンダイバー大発刊の巻末おまけ漫画によると、初心者に対する皮肉であり、残シとの妹、残ヤクルが、無敵囲いを使用して、最初は、ボロ負けするが、兄からカニカニ銀に発展させるようにアドバイスされると、初勝利を挙げている。ただし、 今泉健二の著書にも幼少期に指していた過去として登場する。ありがとうございます。